こんにちは、ベースの木下太郎です。今日はですね、ネイチャーパークについてお話ししたいと思います。ネイチャーパークってのはどこにあるかというと、まあ、レインフォレステーションという場所があって、そこにあるんですが、まずそのレインフォレステーションどうやって行くかというと、ケ、えー、ア,アンズからロープウェイに乗って行くんですよ。でロープウェイに乗って、さらにそこからバスを乗り継いでいく場所で、でそこに行くと非常に面白い、まあ、動物、ワニですとかね、えー、カソワリとかいう珍しい鳥とか、 まあいろんなヘビとかですね。で、ワニがいたりとか。まあいろんな面白い動物がいたりするんで。で、お金払うと、こう、まあ、一緒に記念撮影とかできるんでね。ぜひね、行ってみたらやってみるといいかもしれません。今日はですね、ネイチャーパークについてお話ししました。